から三朝温泉に行きます。三朝は大雨の被害があったんですけど、親切に役場の方が案内し三朝を案内してくれるということなんで、とても楽しみです。楽しんできます。まるくんに漢字クイズタイムをしたいと思います。ほんならこれは何て読むでしょう。窒息等です。正解です。そんなの簡単ですよ。はい、これいきましょう。乳幼児、乳幼児、正解です。乳幼児、ちょっとこれ簡単やな。ちょっと次は簡単すぎるんで。めちゃくちゃ簡単です。問題がないですね。でその間に小牧さんは寝ております。これは何ですか、マルタ。これはこの池みたいなやつは統合池だと思われます。正解です。そうですよね、はい、統合池の特徴をちょっと。統合池の特徴は海水ですか。いや、池です。なので水です。水たまり。水たまりですか。水たまり水たまりなんですか。水たまりです。あれ昔はここでは海だったんですけど、はい、それがどんどんとそのまあね、恐竜さんたちが頑張ってくれて土地ができる。でそこにちょうど穴が開いてたところに統合池ができました。雨でですね。はい、雨ですね。だと僕は思ってます。ここはどこですかね。ここはどこですか、先生さん。ここは東郷から三朝に向かう道です。東郷ってどこですか。由利浜町ですよ。由利浜町ってどこですか。ってことは、トッチューブ。トッチューブですか。トッチューブです。はい、それでは今、三朝温泉に着きました。ここからは三朝町観光課観光交流課の竹本さんに来ていただきました。これから三朝温泉を散歩させていただき、いろいろなところを案内してもらいたいと思います。竹本さん、よろしくお願いします。お願いします。ではお願いします。これね、左右先生、先生いいですか。これ海の水だって。いただきます。熱っ。私が楽。うん、美味しい左右です。体に入れてそうっす。なんか三朝の左右です。早くちょうどいい。先生、匂い取れるぞ。あのこれ消臭効果とかあるんですか。じゃあ、丸さんしっかり先あります、ね、そうそう。じゃあ、丸さんしっかりつけてください。おっしゃ、せせたにを丸さんしっかりつけてください。スリートップでしょ。全身一丁目。いや、大切じゃない。あ、スリートップ地下にお風呂があって、地下グッドグッドだ。ここがグッドグッドだ。地下グッドグッド。ちょっと先端に構え、はい、いいですよ。これ戻っていいんですか。戻っていいです。はい、先端に構えていただいて、狙っていただくと、ここに4枠があります。この4枠の中の2段が的になります。え、むず、はい、ルールが2つ。15玉以外使えないことと手がここまでです。はい、10が予定体。手がってことは手がここまでですね。我慢してください。はい、あ、出てえ、これ、むず。一回やってんけどな、これ。苦しょ、苦しょ。そんな感じ。強っ、これ。おーい、うっそ。何点？1点。素晴らしい。よっしゃ、いきまーす。
あれ行きます。難しいです。えぇ、ー、2点が狙えるようでしたら2点狙っていただいた方が小さな人形たちですね。そうですね。よっしゃよっしゃよっしゃ。え、よっしゃよっしゃよっしゃ。お前ゴルゴ13か。あの真ん中のちっちゃいゾウさん。え、めちゃめちゃうめっす。出てる。よし。ラスト一発回せろ。ああ、このギリギリまでこう手を伸ばしてこう。おお、素晴らしい。すごい。いやあ。おー、わあ。ドキドキゴリラとセサミストリートトランプです。ありがとうございました。ありがとうございました。寄っていただくのはこちらです。藤井静雄さんになります。でこちらで、自慢の甘酒をちょっと試飲をしていただこうと思いますので中へ入ってください。はい、はい、はい、どうぞ。三朝温泉ってさ、白い狼それで取った名前でハプロ、これがねすごいことになりましてね、イギリスのロンドンでインターナショナルワインチャレンジって言って世界中からワインのメーカー1万社も出品するような世界で一番大きいようなワインの大会なのに、2007年から酒の部門ができたんですよ。で私のところは4年目の2010年に古酒の部で1996年に作った古酒を出品してみたらいきなりゴールドメダルが取れ、ゴールドメダルの中さらにレベル高いってゴールドトロフィーとこれダブル受賞になってね、全国からたった6社の中に選ばれた、うん、まず、うん、何にも癖のないとこをストレートをちょっと舐めてください、はい、全くあの癖がない甘酒です。すいません、ありがとうございます。どうどう味は。癖がないですね。おいしい、飲みやすい。でこれは生姜。生姜。これまたこれもちょっとだけなの。ちょっとだけ。おお、変わった。生姜の味する。生姜が入ってたね。生姜が入ってたね。おいしい。俺こっちの方が好きや。じゃあ自分も生姜派です。生姜派です。いやまだいろんな種類ある。まだ消えない。今のとこ生姜。あ、今のとこ生姜派です。もう全部飲んでる。え、ダメだって。全部飲みましたもん。まあ、ちょろありますけどまた。いいですか。美味しすぎて。あのね、五六人おられるとね、今のようにとってもね、飲んじゃうもの。時々あるんで。飲んじゃってます。この抹茶。ありがとうございます。超美味しい抹茶。すみません、ありがとうございます。うまま。一。うま。あ、いいかな。いや、マジで、これ、いい戦いだ。で最後、コーヒー。うん。いただきます。コーヒー。コーヒーや。あー。で、酒の好きな人はね、酒入れたらドブロックみたいな。ドブロック。うん。めっちゃ美味しい。もうちょっとだけ。おー。お前、おかわり。すいません。お前、それ言ったらみんな言っちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。3枚目しっかり YouTube で宣伝しとればグビグビいっちゃうよ。ほんと美味しい。じゃあ次は伊山楼岩崎さんの方で温泉に入らせていただけるということで、撮影はできませんがみんなで行ってきます。明日もお願いします。はい、今日はありがとうございます。お世話になります。加藤ガチサポがいます。あはあ、中島ガチのサポです。ありがとうございます。ホームズの全社行きます。素晴らしい。
ゆっくり入っていってください。はい、ありがとうございます。どうでした？温泉いろんな湯があって楽しかったです。楽しかった、楽しかった、あっという間だったね。すぐ時間が経ちました。楽しすぎてあっという間でした。お風呂でこう行きましたか？金水の湯あ、楽山という。あ、楽山温度がいろいろあった。自社の湯、自社の湯行きました。